たまに会うならこんな人、西谷愛林地区は、この方最近ね、そうやちょっと人気もねショート動画が多分めっちゃバズってて、いや300万回ぐらい行ってんのかな、バイクで転ぶやつと工藤ちゃん、あ、言うてもた、今日はね工藤ちゃんお呼びしております。おじさんどないしたんすかこれ。これか、そこでおじいさんのとこで転んだんや。絶対喧嘩したやったやん。してないしてないお前どっかで食べるの。はい、ということでね、スーパードライコマーシャルリー出てもらう上で、契約がね、高級酒アルコール、はい、これ高いよ。高いやつですよ。でもビール税金下がってるからな。この町で言えばスーパードライ高いやん。あ、じゃあどうぞ。はい、そうなんです。勘弁なんで試合前で飲めないんで。最近めっちゃバズってる中でみんな聞きたいことある。ドーナツはな、ミスタードーナツちゃうか。まずいろんな噂があって、もともと学校の先生やってる。あら、学校の先生はな、あっこにいてはる。俺な、なりたかったけど大学行かへんからなれへんかったよ。肉体労働者。あ、そうなんすか。そうそう、みんなで勝手ななんかこうイメージ。そうや、みんなな。あ、おだまーす。めっちゃ合いますね。ほぼ毎日会ってるような気がしますもん。父ちゃん、大丈夫、タバコ持たない。あるある、あるで。タバコ持ってないと、タバコあげるの。あるで、あるで。あるで、すぐ出たで。そうか、一本しかないかと言えば、ライター持ってるか。ええの、あの、いい。なあ、ラポール6回やったから、今もらうもんやったから。あれ、これな、この金が入ってるやつ。出るか、お誰か、お騒いだんちゃうか、金返しよだか。お父さんもなんかあったややこしいな、なんかな、この貸したお金って返ってくるんですか。貸した金返せよ、利息付けて返せよなあ、問い違えた、何がやっぱりな、引きやな。お金返ってくるんですか、この町で貸し借りしたら。知らんその人によるやろ、返さなあかん言うにと俺はもう、そうや、行きがけの脱税やろ。このこうちゃんね、生活の基盤は何なんですか。生活保護、大阪市のお金。おいーす、おいーす、おいーす。それたまにな、歌うとたらなんかくれはんね何の歌歌ってるの。まあいろいろな、今勉強中や。ああ、歌歌ったな。そうや、浦田さんがボクシングしまってして。そうすね、もう結構稼いでるんでボクシング。そうや、当たったらな、10万出すとか出せへんとか言うからな。ああ、またやろうかな。でも一回の大体やっぱり当たるのは当たり前やから、一回酒飲んでベロベロでやったんですよ。ボコボコにされた。広告か、井上君はな、すごいな、はい、打たせへんからな。あ、井上尚弥。そう、顔綺麗もんな。綺麗そうです。僕もね、打たれないんですよ。顔綺麗でしょ。ちょ、見てくれへん、ちょっと。全然顔綺麗なもんじゃない。一応ホストやからね。はい、この間動画で、赤井はな、俺がパンチ打たれないみたいな。赤井がどっち打たれないってな、あいつはな、喧嘩ボクシングやからな。はい、ガンガン殴り合いで。そうや。はい、立ち止まってな、ステップ、それもいるか。ああ、いや、かっこいいっす。かっこいいか。あれ、息子も近代でやってる。ああ、でもね、息子これはデビュー戦か。もう、これは新人王か。新人王の人。この辺な、ボクサーばっかりや。ボクサーばっかりですよ。息子さんはあれですよね、今。大概な、1年か2年しかやってないけどな、ボクシングなるぞった。俺な、やってたんすか。俺もボクシングなるぞったよ。通信行くよ、クイズ。どんな昔そんなまず言えてないし、吉本で流行っとったよね。ああ、流行ってた空手やってる。通信教育意味ないかな。通信教育でやるっていうか、だから普段のまあ生活ってまああそこ住んでるじゃないですか。そうだ、だからな、この辺うろうろしちゃったらな、炊き出しもあるしな。あ、そっか、生きていける。タバコ買うてくれるしな。ちょっと待って、奥さんとかは。奥さんな、ニューヨークお風呂やお風呂あれから帰ってて、ニューヨークしてたの。ヤンキスお子さんはいないですか。おる3人おったよ。おったで、タバコゲーなっとない。だから長いこと会ってないからな、多分生きてるやろ。息子さん良ければちょっとお父さんに会いに来ていただければと思います。会いに来てるな。俺がな、金持ちやったら会いに来るけどな。
会いに来た俺がなかなか作れるから来れへんわ。ありそう。そんなもんやな。ちょっとね、3分ぐらい喋って話しあんねん。そうや、親子でもな、金銭別に入って20年ぶりやけど、金貸してくれへんから、うん、でも、父ちゃんは生きてると、はい、そうや、いや、なんすね、今あの、この町の、まあこう人たちをこう紹介するっていうので工藤ちゃん今バズってるから、バズってるから、はい、ちょっとな、県も出たしな、NHK も出たしな、はい、まあ、言うてる場合でもいいね、後ろのあのおっちゃんも好きやな、あれ、なんか浜島先生、あの人はあれや、演歌の選手、浜島先生、ございます。56kg やろ。 56kg はないやろ。あ、言われるんだ、絵になるな、体力な、56kg ぐらいの体重、あ、でも56kg、浜松先生と工藤さん、もう、すごい戦ってきました。ゼロ円、マジですか。マジ今どこでも使うから、わからんけど、手数料が3000円ぐらいだったね。だから大きい800円、3000円、浜松先生は、おいくつなんですか。まだ70になったやんだ、まだ1ヶ月だ、ないよ。浜松先生どこに座ってんの。天下地です。収集つけるんだね。ここら辺で終わりたいと思います。いっぱいあるわ。ありがとうございました。